はい、こんにちは。東大合格受け売りの時田博光です。今回は中学定期テスト対策シリーズの国語、星の花が降る頃にを解説したいと思います。さあ、行きましょう。今回の問題は非常に問題がね、選べなかったので、前半後半にね、動画を2つに分けて解説したいと思います。で、今回メインテーマは心情を表すっていうね、この出来事とかこの行為ってどういう気持ちを表すんだろうっていう、まあ、それが問題になっているものをね、解説したいと思います。これね、テストでどれが出てきてもおかしくないぐらい非常に重要に、なってきます。で、小説とかこういう文章を扱うときにはここが読み取れますかみたいな、いうふうに問題作るんですが、問題作れる部分がたくさんあるので、どれが聞かれてもちゃんと皆さんが答えられるようにいっぱいね、紹介したいと思って前半後半にしたいと思います。では早速ね、やりたいと思います。一番最初これだけですね、次の語句を用いて短文を作れっていうものです。で、今回戸部くんっていう登場人物がいます。で、その戸部くんがあたかもという言葉、語句を使ってなんか短文を作るというね、宿題があって、で、それを主人公である私っていう女の子になんか質問してるんですね。これなんか考えてくれよみたいな、お前そういうの得意だろみたいな感じで戸部くんが言ってきて、答えられないと。で、あとあと戸部くんが思いついたとね、お前は俺をハンサムだと思ったことがあったかもしれないっていう間違った意味で使ったなんか文章、ね、を発表するわけです。で、ということはテストで、ね、定期テストではこのあったかもを正しく使うとどういうふうになりますか、考えて答えてくださいみたいな問題出てもおかしくないですよね。なので今回は扱いたいと思います。はい、皆さんね、自分自身でぜひ答えてほしいんですが、あったかもを使って、どんな文章が作れるでしょうか。これね、一つご紹介すると、彼はあたかも芸人のように話すっていう文章が作れます。はい、あたかもっていうのはまるで何々みたいな表現ですので、彼はまるで芸人のように上手にお話をする、おしゃべりができるよみたいな表現だったら OK なわけですね。で、それから馴染むっていう言葉ですが、この馴染むを使うとどうでしょうか。はい、例えば、田舎から都会に、こう一人暮らし始め出して馴染むっていう言葉を使うと、都会の生活に馴染むっていうね、文章が作れます。はい、馴染むっていうのは慣れ親しむとかね、そこでの生活がね、だんだんもうなんか身についてきたな、慣れたなみたいなのが馴染むっていうふうに使うことができます。で、それから首をかしげるっていうのも使って文章を作るとどうでしょうか。はい、例えば机に見知らぬペンがあり、見知らぬペンがあり首をかしげたっていうふうに言えます。首をかしげるっていうのは、ん？みたいに疑問を抱えるね、疑問を感じるみたいな表現なんで、知らないペンが机の上に置いてあって、あれ？なんでこのペンあるんだろう、てかこれ誰のだろうみたいな感じで首をかしげたっていうような表現、これだったら OK なわけですね。でしょうか。はい、ではメインテーマいきましょう。次の心情を答えなさいっていう問題です。私は戸部くんを睨んだっていうのがあります。文章中になんか戸部くんがいきなりガーンと主人公の私の机になんかぶつかってきて、で、それで、私は戸部くんを睨んだっていうような表現があります。じゃあこの表現、睨んだっていう表現はどういう意味でしょうかと言うと、はい、戸部くんのことを私は訳が分からず、しかも睨んだってことは煩わしい、鬱陶しい、うざいってやつですね。煩わしいなーっていうふうに考えているというふうに言うことができます。はい、続いて、お守りにって書いてますが、これも文章をね、見てみましょう。はい、で、お守りって書いてるね、部分で言うと、お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっと撫でたっていうふうに言っています。はい、これですね。はい、今からこの登場人物の主人公である私は何をしようかっていうと、夏美となんかしようとしたんですね。話しかけようとしたと。はい、で、お守りをね、
お守りみたいな小さなビニール袋、お守りっていうのはなんか守ってくれるという感じですよね。撫でるってことで何か、自分の力だけじゃない力で、なんとかこの場面をうまくいきたいみたいな感じですよね。なので夏美と仲直り、ちょっとね、いざこざがあってなんか勘違いがあってちょっとうまくいかなくなっちゃったと。で話しかけようとするその直前に撫でてるわけですから、夏美と仲直りしたいと祈ると、願うでもいいですね、祈るとか願うっていうふうに、書きますということです。で続いて自分の心臓が何々分かったっていうような表現があります。これは自分の心臓が自分の心臓がどこにあるのかがはっきり分かったっていうふうな表現があります。自分の心臓がどこにあるのかはっきり分かった。心臓って何してるかっていうと、ドックンドックンドックンって体中のね、エネルギーこう送ってるわけです。血流をね、血液を送ってるとこなので、まあ、そこがねドクドクドクってしてるよっていうことですよね。つまりこれ何してるかっていうと、これ緊張感ですね。心臓といえばもう緊張っていうのが結構心情のセットで出てきます。緊張が高まると、つまりねドクドクドク、いや緊張する緊張する、明日がテストだみたいな、そんな感じですね。はい、っていうのが心臓がどこにあるのか分かるよっていうような表現なわけです。それからぎこちなく足を踏み出したっていうふうに言ってます。足を踏み出すってなると、これ何をしようとしてるのか、ね、何かやろうとチャレンジしようとしてるわけですよね。はい、これは踏み出したわけですから、勇気を出したっていうような表現でも使います。勇気を出した、なるほどね、と踏み出すね、なかなか踏み出せないな、どうしようかな、やろうかな、やるまいかな、じゃなくて勇気を出して踏み出したみたいなね、そういう感じでセットで出てきますからね。男気みたいに見えますね、勇気ですね。はい、で続いて5、はい、一瞬戸惑ったっていうふうに書いてますね。これ、なんか話しかけようとね、あの夏美っていうふうに私が話しかけようとしたら、一瞬戸惑った顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けたっていうふうに言ってますね。つまりこれ、夏美は私を見て背ける。背けるっていうことは、その人とね、何か仲良くしようとか、その人と向き合おうとはしていないわけです。はい、つまり、登場人物の私と、はい、要は話したくない。ね、話したくないとか、話したくなかったとか、会いたくなかったとか、まあ、そういうようなマイナスの表現が書かれていれば OK、ということです。いいでしょうか。で続いてここら辺ね、もう文章の中にいっぱい出てくるんですよね、こういうあの心情表現っていうのがね。で、その後に音のないコマ送りの映像ね、なんかこう連続で見えてない、ブツンブツンブツンってこう映像がすごく、こう何か不自然な感じで見えているように変に長く感じられたということです。つまりそれどういうことかっていうと、今見えてるものがええっていうもうよくわからない状態、これなんでなったかっていうと、夏美にそういうね、顔を背けられるっていうことをしたことで大きなショックを受けたと。はい、ショックを受けてどうしていいかわからなくなってると。どうしたらいいかわからないと、はい、そういうような状態に、なってるわけですね。で続いて決まりが悪くてっていう部分、はい、こちらも見てみると、はい、決まりが悪くて弾かれたようにその場を離れるとっていうふうに、書いております。はい、でこれはどういう状態かって言ったら、決まりが悪いってね、これルールが悪いとかそういうことではなくて、なんかちょっとハッとしてるわけですね。で周りの視線ちょっと感じたりとかするような状態、なので恥ずかしくてその場にいられないね、いられないっていられない
っていうのがその場を離れる、離れたい、離れるっていうような表現なわけですね。でしょうか。それから続いてどんどんあります。これね、溶け出していたっていう部分ですね。溶け出していた、魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたようだね、気がしたか、あ、気がしたの部分は魂か、魂抜け出して、はい、魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきた、あ、ここですね、気がしたになってますが、戻っ、あ、書いてますね、失礼しました、やっと顔の輪郭が戻ってくるような、あ、気がしたっていうふうに、書いてますね。つまりこれは、魂っていうのはこの夏美から最初なんかこう出ていきそうになって、また戻ってきたわけですよね。また戻ってきたっていうのは、この戸部君とのちょっとね、やり取りがこう始まるちょっと前の文章ですが、あ、その時顔の輪郭っていうのは、あ、自分がここにいるなとか、ね、今私はこうしたいんだなみたいな状態になってるってこと。その前まで大きいショックを受けていたわけですから、これは元気を取り戻してるってことですね。元気を取り戻し始めているというような表現なわけです。いいでしょうか。あ、続いて、戸部くん登場ですよね。おいと声をかけられた戸部くんだ。ずっと耳に馴染んでいた声っていうふうに書いてます。はい、馴染むってさっきありましたよね。慣れ親しむっていうことです。つまりこれ戸部くんのこと最初わけがわからない、煩わしい、うざいみたいな感じで思っていたわけですが、馴染んでいた、馴染むっていうのはプラス表現、なので、これ戸部くんのことをこれね、プラスの表現で使い始めるわけですね。つまり、これは受け入れたというようなことがわかります。マイナスからプラスっていうことなので、こういうふうに書くわけですね。はい、で続いて私より何々って書いてますが、これ、戸部くんとのやり取りをした後に、私より低かったはずの戸部くんの背はいつの間にか私よりずっと高くなっているって書いてます。それは今の自分と比べて戸部くんが高いね、プラスだっていうふうに言っているわけですから、これ戸部くんのことをどうしているのかって言うと、先ほど言いましたね、マイナスからプラスに今なり始めて、受け入れて、さらに、話をしてて笑ったという表現の後にこのずっと高く見えたみたいなね、改めて戸部くんのことを見直したわけですね。なので戸部くんのことを見直して、あれこんなにね高かったっけ身長みたいな、はい、好意を抱いてると、はい、友達として好意を抱いてるかもしれませんし、もしかしたら恋心を抱いてるかもしれませんね、はい、あれこの人こんなに身長高かったっけ、ハンサムだっけみたいな、そういう表現ですね。はい、こうやってね、男の子はね、男性はね、見直してもらえたら嬉しいかもしれませんね。女の子は女の子ね、こう今まで、ね、自分のことを女の子扱い、されてきてないけど、そういうふうに、見てもらえたりしたら嬉しいですよね。はい、要は今までの自分よりもよりよく見てもらえるようになった、ね、同級生に見てもらえるようになったら、それはすごく嬉しくなるでしょうし、そういうふうになったよっていうような表現であれば、それは好意を抱いてるっていうような表現なわけですね、はい、もちろん男性から男性、女性から女性っていう場合もあるでしょうけど、ここでは戸部くんのことを見直して好意を抱いてるよっていうね、そういうような表現なわけです。なので友達としてかもしれませんし、恋心をね抱いての表現かもしれないというところなわけです。では11番見ていくと、涙が滲んできたのはっていうふうに書いてますが、ここの後ね、私はタオルで当てて笑っていたと、ね、涙が滲んできたのはあんまり笑いすぎたせいだ多分っていうふうに、言ってますね、はい、これは何をかって言ったら、今までちょっとショックを受けたよね、恥ずかしくてその場にいられないみたいな状態だったわけですよね。でそこからこう笑ってるというようなことを言ってるわけですね、はい、ということは、そこから考え方が変わっていったということですよね。ということは、
この過去のね、状態からだん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 こう変わってきて、どういうことかって言ったら、自分のね、この、元気を取り戻してる、まあ、これね、取り戻し始めてるっていうふうなことを書きましたが、まあ、これ元気をねまた取り戻してるっていう、ここ取り戻し始めてて元気を取り戻しているというふうに、同じような表現なわけですね。涙マイナスから笑いっていうふうに変化しているわけなんで、涙がにじんでマイナスからプラスになったよと、笑いになったよってことはプラスになった、取り戻したよっていうふうに、考えれば OK なわけですね。でそれから福禄の口を開けてっていうところが書いてます。これは掃除をしているおばさんの話を聞いてから、まあ、いろいろあって袋の口を開けて星形の花を土の上にバラバラと落としたっていうふうに書いてます。はい、でこれって何だったかっていうと、夏美との思い出、ですよね。で口を開ける、これ閉じるじゃなくて口を開けるってことはオープンってことなので、自分の気持ちとか心を開いてるっていうような感じなわけです。でこの登場人物、主人公の私はどうだったかって言ったら、いわゆる夏美のことばっかり考えてたわけですよね。で夏美って何の象徴かって言ったら過去です。はい、昔のことね、過去。はい、夏美のことばかり、過去のことばかり考えていた気持ちをどうしたのかというと、吹っ切ったと。吹っ切って、ね、もういいやと、もう こんなことばっかり考えてないでいいやっていうふうに、したってことね。吹っ切って、新しい、気持ちでこれから生きていこう、生活していこうっていうような、気持ちに、なってるよと、そういうような表現なわけです。いいでしょうか。はい、ざっとね、心情表現がありましたが、最後思考問題みたいなのもね、皆さんあるかもしれません。一番最初の短文を作りなさいと同じような形式なんですが、最後見てみましょう。戸部くんと笑い合った場面で、あなたが私になったつもりでセリフを考えましょう、ね、考えて書きましょうという問題です。これもゼロから書いてほしいんですが、こういうふうにねちょっと考えて、その登場人物になったつもりで、セリフを考えようねみたいな問題あるかもしれませんね。なので対策しておきましょう。でこれ何だったかって言ったら、戸部くんはあたかもしれないっていうのを間違ったね、ふうに言うわけです。で笑ってるってことは本人も、間違ってるってことは分かってるわけですよ。で戸部くんは主人公の私がちょっと泣いてるのを見てたりとかするわけですね。で私はその戸部くんが、来て、ね、それに対していろいろなんかしてくれたんだろうなっていうふうに感じたというふうに思って、プラスの意味合いね、プラスの気持ちに切り替わったよというふうに考えれば、じゃあどういう言い方ができるかって言ったら、例えばその、笑いがあった後に、戸部くんに向かって、何その回答、答えでもいいんですね、絶対間違ってるでしょうって、いるでしょう、でもね、ちょっと元気になったありがとうと、ここまでね、書ければバッチリかなと思います。ポイントはその回答っていうのがね、間違ってるよっていうところがポイントで、で自分の気持ちがこうなったよってことと、相手に対して感謝をするとかね、そこまで書ければ満点取れるかなというふうに思います。いいでしょうか。はい、前半ね、前編はここまでにしたいと思います。またね、別の動画で後編解説していきたいと思いますので、そちらもぜひ見てくださいね。はい、今回の授業は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしく、最後噛みましたね。ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバイ。